どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ウォッチドックスレギオン続きをやっていこうかなと思います。オプションでゲームプレイ、カメラセンタリング、これはオフになってるんだけど、乗り物乗ってる時のない、乗り物乗ってる時のないかな、なさそうだな。こう走ってるとね、自動的にね、視点がこう前に引っ張られるのよね。右をちょっと向きながらやっていっても、走ってると今これ勝手に戻ってんだよね。運転しづらいの。だな。ごめん。右手に見える家はダーツ競技のチャンピオンが所有しています。ほう。この辺りで見つかる興味深い情報としてはそれくらいしかありません。スカイランセンの住居が近くにあります。様子を見てこよう、何かあるかもな。こんながっぽくない？見るからに全く怪しくない建築物ですね。カルカニメディカルの所有ですが、ブロカテックの出資により地下が掘削された記録があります。スカイラーセンの自宅を発見したようですね。ご存知の通り、ラーセンは2年前から公の場に一切姿を見せていません。良き隣人としては様子を見てあげた方が親切なのではありませんか。どうやって侵入しよう。鍵がある。どっからから入れねえかな。厳重だ。入るそうだ。お邪魔します。警備員がいるぜ。ご苦労様です。どうなってる？上に繋がってんな。ドローンを味方にしたいな。ちょっと待って。おい。うわあ、すげえ、まあ厳重な。はいはいはい。よし、開いたぞこれで。お邪魔します。お帰りなさいませ、スカイラーセン様。長い間お戻りにならなかったので心配しておりました。いいから合わせて。エレベーターロック中。あれ、よろしければ音楽をおかけします。何かリクエストはありますか。ああ、落ち着ける穏やかなのを頼むよ。スカイ様、申し訳ございません。傷んだ食材についてはこちらで処分しました。デリバリーを手配いたしましょうか。
いや、いいよ。ありがとう。スカイ様、しばらく研究室で作業されていないようですね。重要プロジェクトに関する最新情報をお伝えしますので、準備ができましたら下の階までお越しください。羨ましすぎる。早くラーセンの研究所を見てみたい。ハウスキーピングに満足いただけない場合、ブロカテックサービスセンターに連絡します。キーを起動、エレベーターロック解除、地下研究室に入れます。来た、乗ろう。すげえ、なんか飛んでるぞ。中どうなってんのこれ。研究室へようこそ。これはまたなんともだよな。あれ、誰かいないのか。地下では信号が届かなくなります。自力で情報を集めてもらう以外にありません。家の中に家を建てるなんてかなりの金がかかるだろうに。財産の無駄遣いだ。めちゃめちゃ俺のもう服がめくれ上がっているが、あまり気にしない。参考になりそうな過去の実験をいくつか再構成しました。どうぞお役立てください。早速死体を見つけるとは幸先が良いですね。エイダ、へえ、スカイは感傷的なタイプには見えなかったが。ワンちゃんのお墓だ。フロントドアはロックされています。なんで。鍵が必要です。クソ。よろしければ庭園を散策されてはいかがでしょう、スカイ様。なんかある。病院のリストバンド、シニード・ラーセンのもの。これお母さんの話か。4531 CTOSAR中へ連れて行って。疲れたわ。あ、ついてる。もう少しここにいましょうよ。家に帰ってくるのはいいものでしょ。ここは私の家なんかじゃない。恐ろしい場所よ。気に入ってもらえなくて残念だわ、母さん。大きなプロジェクトなのに。お金の無駄としか思えないわ。どうして馬鹿げた事業のために大変な思いをするの。母さんは不安なのよね。気持ちはわかるわ。でも母さんが良くなるまで私はずっと一緒にいるから。良くなる。あなたは医者より詳しくなったのね。すごいわ。良くなんかならないのよ。このリストバンド。ほら、ちょっと何するの。もう病院なんか必要ないわ。医者もいらない。私が母さんの世話をするの。どなたかがリストバンドにキーコードを残しています。このコードで表のドアも開くかもしれません。まあ母親が治らない病気にかかってしまって、だったら一緒に生きている世界を作ろうってか。 CTOSAR Data Reconstruction in Progress。 母さん、ニューラルマッピングは本当に安全なのよ。ああ、もういい加減にしたらどうなの。前にはっきり言ったはずよ、嫌だって。母さんはガレージに行ったの。見たわよ、エイダにしたこと。エイダは元気で生きてる。あれで生きてる。スカイ、どうしてそんな歪んだ考えを持つようになったの。あなたの不気味な作品になるなんて絶対に嫌よ。不気味？私が不気味？なぜそうなってしまったと思うの。スカイ、よく聞いて。これはあなたが決めることじゃない。私が許可しない。私は母親なんだから。さっきから聞こえるのはなんだ。申し訳ございません、スカイ様。傷んだ食材はこちらで処分いたしました。よろしく。ああ、悪いね。なんだって。申し訳ございません。ふぅ、マイファミリー。スカイ様、怖い。ちょっとホラーなんだけど。検体名エイダ、種別ボーダーコリー、ニューラルアップロードステータス、生存および良好。ああ、かわいそうに。
ひどいな、本当にひどい。生き物にこんなことできるなんて信じられない。嘘だろ。エイダ、こん中に入ってんのか。お前、降下機動隊じゃねえか。何これ。よろしければ上の階へどうぞ。上の階にはたくさんの記憶があります。よしよし、いい子いい子。バグリー、黙っとけ。お前は グレードサイエンスフェア優勝スカイラー戦。いや、すごかったんだね、やっぱね。こっちか。少し休まれますか。照明の調整はお任せください。興味深い。あれほどの異常者も昔はこんなに普通だったなんて。結構ひどいこと言うな。普通に。スカイ、トロフィーを壊してごめんなさい。多分事故だったと思うと記されている。お母さんだろうね。これは実家か。CTOS AR Data Reconstruction in Progress。 いや、薬はやめて。ああ、なんてことするの。大丈夫、すぐ楽になるわ。よくもこんな。大丈夫、私はここにいる。ここは家よ。こんなの家じゃない。ここは鎮痛剤ケース。これじゃあお母さん出てくるパターンじゃないの。このドアのコードはどこでしょう。よろしければ下の階にお越しください。ぜひ皆さんとご一緒。怖え。 AI も怖えぞ。提出します。あなたの不気味な作品です。このもん喋ってんの。これはなんだ。なんだこれ。おお、ロンドンやないか。 CTOS AR Data Reconstruction in Progress。 なんだ、いた。ニューラルマッピングの処置は13時27分に終了。被験者は13時29分に死亡確認。スキャン後2分で容体が悪化。初期からすれば目覚ましい進化と言えるでしょう。母さん、運が良かったわね。ニューラル消去準備完了。このファイルに全てが。あー、データがわからねえ。だが誰かに監視されている。拾われたことにも気づいているようだ。怖え。なんで。スカイラーセン、私の部屋に入室。よかった。何のデータだろう。
すごいな。これじゃなくて、これか。うわぁ、破損したことになる恐れありとか。被験者たち、おお、副署。やべ、よ。シニード・ラーセン。起動の時間よ。スカイ、ここはどこ？何も見えない。被験者の意識はコードと一致。ニューラルマップ正常。完全に機能している。被験者？これよりコードの消去を開始する。何？どうして？なんてこと。言うことを聞かなかったのね。もう黙って。ねえ、お願い。年を取った母親になんてことするの。静かに眠らせて。少しは信じてよ。よくなるから。2日目。運動野は完全に不要。コントロール、A を消去。気分が悪い。12日目。変幻系コードは維持。情緒反応は実に面白い。お願いよ。20日目、前頭葉に着手。新しいセキュリティシステムは主体的な思考を持たない。スカイ、お願い。この痛みを分かって。側頭葉コード、言語機能の低下。29日目、最後に変幻系コードの消去。ご用件は何でしょうか。照明オンオフ。いいわ、音楽をかけて。私の好きなものを。素敵。この新しいアレンジはなかなかいいわ。どう思う？ホラーです。あいつは人の命を何とも思ってない。相手が母親だろうが関係ないんだ。ホラーでした。説明がつきます。完全にモデル化した人間の脳を確保し、制御できるまで余分なものを切り捨てていく。なかなかどうしてひどい話です。お願い、助けて。だよね。おい、お前めっちゃホラーやないかこれ。ハウス AI、 最初からこの建物に入ってさ、いろんな曲とかご飯処分してきましたって話してたよ。お母さんだったんだ。うわ、あそこにあるのはね、あのバーチャルリアリティ仮想エリアみたいなね、ロンドンを模した、あそこにみんな入ってくって話ではなく、バグリーもそうだけど、優秀な AI はもともと人間だったっていう話か、これ。おいおい、超怖えよ、これ。これだけでお前、映画一個作れるわ。スカイラーセン、超やばいやつだったんだな、やっぱ。スカイじゃないのは知ってただろ。何をされたか見せたかったんだ。はい、ようこそ。知りません。あなた見えません。残念ながら、残念ながら。君の子を探してる。居場所はわかるか。はい、助けが必要です。こんな生き方望んでいません。スカイは歪んで苦しみを知ってほしい。理解しようとはしてるよ。シャットダウンしてやればスカイの居場所を教える。そうだな。はい、安らかに眠らせてください。で、ごめんな、ちょっとシリアスなシーンでこうずっと服の裾が上がってたけど。
カイラー船の母親を楽にしてやれ。座標を入手しました。それとありがとうというメッセージも。というわけでいい加減ここから離れませんか。治療がうまくいきますように。大好きだよおバカさん、 A プラス N よりって書かれている。早くも逃げよう。やばすぎるこんなところ。デッドセック来たの？ナウド上の階よ。準備ができたら上がってきて。あそこのことはもう知ってるんだろう。うん、あの女の母親に頼まれてね。できなかったけど、わかる？もうすぐデイブレイク計画が動き出すんだ。そしたら大勢が同じ運命をたどるだろうね。スカイはみんなを永遠に閉じ込めるに違いないよ。スカイの居場所は大体わかる。母親に教えてもらった。そうなの？彼女やったんだ。で、どうするの？ああ、彼女のことは任せてくれ。援護を頼む。わかった。ああ、怖かった。すげえわ。一番ゾクッとするパターンだこれ。OK。ということで今回はここまで。次回スカイラー戦の。スカイラー戦の面白地下室でトラウマを追いましょうは大成功でしたね。彼女の秘密の隠れ家を特定しました。ならすぐに向かおう。たった今ビデオメッセージを受け取りました。スカイラー戦からです。何？見せてくれ。警告する。あなたが誰かも何を知った気になってるかも知らない。近寄らないで。消えて。私は人生をデイブレイクに捧げてる。誰にも邪魔させないわ。正体は突き止める。人生をめちゃくちゃにしてあげるわ。やめて。私には簡単よ。あなたはどう？じゃあね。どうやってこっちを見つけた？スカイラーセンは母親をデジタルロボトミー手術して、それをベースにスマートホームの豪邸を建築したぐらいですから、このくらいは当然でしょう。母親にも責任はあったのかもな。うちのもそんな感じだ。こっちを恐れてるんだ。出なきゃ脅す意味ないし。彼女が怖がるのは当然だ。行こう。ブルームでスカイラーセンの居場所を特定しろ。はーい。次回も楽しみに。おんじゃまたな。